松下幸之助の生涯は、日本の近代史において重要な人物の一人です。彼は、エレクトロニクスメーカーのパナソニックを設立し、家電製品業界をリードする企業を育て上げました。松下幸之助は、1927年に大阪で生まれました。若い頃から商才に恵まれ、自分の店を開いたり、鉱山事業を起こしたりといった事業を手掛けました。しかし、彼が真に輝きを放ったのは、1950年代に入ってからです。当時、彼はラジオや電球などの電気製品を販売する小さな企業を経営していました。しかし、松下幸之助は常に先を見据え、革新的な商品を生み出すことを目指していました。1955年には、当時としては画期的だったテレビナショナルを発売しました。このテレビは人気を博し、パナソニックはエレクトロニクスメーカーとして急速に成長することになりました。松下幸之助は、会社を設立しただけでなく、従業員の福利厚生にも熱心に取り組みました。彼は、従業員が幸せになることが、会社の発展につながると信じていました。そのため、パナソニックは、先進的な労働条件や社会貢献活動を行うことで、社員の忠誠心を獲得することに成功しました。松下幸之助は、1990年に亡くなりましたが、彼の遺産は健在です。パナソニックは、今もなお革新的な商品を生み出し、社会貢献活動を行うグローバル企業として、世界中で知られています。